こんにちは。バーアカデミー堀秀夫です。私が輸出サポートで実現したいこと、奴隷解放制限。私が輸出ビジネスのサポートを始めて、もう10年を超えます。その間、輸出と輸入の本、一冊ずつ出版もしました。およそ30回も転職を重ねた、飽きっぽかった私が、なぜ、 10年も転売サポートを続けているのか。何人かの社畜を救いたい。日本を元気に、みんなの笑顔を、そんな大それたことは考えません。何人かを私の本やブログ、動画を見て、いいね、自分にもできるんじゃないと思った人に輸出ビジネスのスキルを教えたい。何人かの社畜を救いたい。 その願いは叶って何人かの人はシャチから脱出済みです。何人かの人が喜んでくれて私も暮らしていけるなら転売サポートを続ける意味がある。そんなわけで私は10年以上転売ビジネスを教え続けています。輸出ビジネスで稼ぐスキルがあれば世界中どこでも暮らせます。アメリカのナパバレー オーストラリアのシドニー、ギリシャのアテネ、パリ島、ドバイ、そして今この動画を収録しているのはシドニーです。通常ビジネスを覚えるには最低3年はかかります。ところが Amazon を使えばわずか半年で結果が出ます。やることは買い物した商品を 高く買ってくれる人に売る。たったこれだけ。シンプルな内容ですし、日本で仕入れて伸び盛りのオーストラリアアマゾンで販売すれば、半年で自力で稼ぐスキルが身につきます。日本人なら、自力で稼ぐ力を身につける必要があります。輸出スキルのない日本人には、厳しい未来が待っています。後継機は再びやってくるのか 日本の総人口の推移です。そして人口は減ってますから、例えば本の売り上げなんかも減っています。日本で本が売れないのはアマゾンのせいばかりではない。ビジネスモデルが悪いだけでもない。人口が減って市場がちっちゃくなったわけですから、市場が小さくなれば売り上げは、売り上げが下がるのは当たり前。 そして年金で暮らせるのか。年金式開始年齢、い,ついちい引き上げ、考えず、70歳超えの選択制を推進と、ねえー。年金は年取ってからもらった方がお得ですよということでね、強力に、えー、これから、えー、宣伝していく予定です。何しろ、ね、年金改革法、もうここにさりげなく、制度の持続可能性を高めると。 いうふうなね、文句が入りました。もう、制度を維持できるかどうかという段階なんでね、これ、年金を当てにするというのはね、えー、持続可能かどうかを議論してる、えー、わけですから、それに頼るのはね、そんな年金で老後計画を立てるのは非常に危険な行為です。じゃ景気が悪くなる。年金も当てにならない。こんな時にはね、えー、じゃあ、スキルだと。 でもスキルといっても国家資格ではあまり役に立ちそうもありません。最難関の国家資格、ね、司法試験に受かって弁護士になったら人生変わるんじゃないかなと。確かに昔は弁護士は高収入でしたけど、今やサラリーマン以下の給料しかもらえない年収2、300万の弁護士がゴロゴロいます。弁護士の悲惨な現実、給料半減、年収2、300万も当たり前と。 司法試験を受けている間にね、一生懸命コンビニでバイトした方が稼げるかもしれません。しかし、輸出に目を向けると別世界が広がります。輸出ビジネスの魅力。私は輸出ビジネスに出会って自由に暮らしています。私はインターネットを使って稼ごうと決めてから実際に稼げるようになるまで大変な回り道をしました。稼ごうと決めてから 実際に収入を得るまで3000万円以上の無駄金と3年の月日をかけています。あなたには回り道をせず最短距離で稼いでほしい。そんな思いで輸出サポートを提供しています。今のあなたが大した努力もせずに稼げる仕事を見つけてそれを突き詰めるのが成功率の高い稼い方です。だから日本に住んでいて日本語がわかるという 日本人なら当たり前のことが稼ぎのためになる輸出ビジネスに取り組むわけです。私は初心者でも稼げるようにサポートをしてきたから10年間物販サポートを続けることができています。何人かの社畜を叶え救いたい。その願いをもっともっと叶いたいです。アマゾンがオーストラリアに上陸しました。日本に住んでるあなたに オーストラリアアマゾン副業で好きな場所で好きなように暮らせるチャンスが到来です。ここをクリックして、オーストラリアアマゾン輸出サポート申し込みページを見てください。今動画を見ている方は、この後出てくる動画、そちらをクリックすると次の動画に飛びます。または説明欄にある URL をクリックしてください。儲かる商品。オーストラリアアアマゾンで販売して儲かる商品。 また、その私の提供する半年で稼げるようになるサポート内容をご紹介しています。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。